最近何があったんすかねいろいろで、ね、えー、あれかジャニーズが何かあったんだっけまあ何か詳しくはいいわソーセージ何ソーセージってちょっと h e y リ d はいジャニーズソーセージこちらが見つかりました え光源氏の人これ。誰だっけ海援隊か少年隊かあーごめんごめんごめんしょ。少年隊だ。少年隊だ。ジャニーズジュニアたち数人で食卓を囲んでたとき、目の前の皿におもむろに自分のむき出しの丸○を乗せて、僕のソーセージを食えと命令したのさ。これなんか俺たちも、なんか高校時代やってそうなんだけど、天狗ちゃんとかと一緒に。待って、これ。わかんないな、これそんなに、なんか、 えーみたいになんかなんないき。よっちゃんことかでやってそう。おいって。お前の、なんかあれだわ。なんかやってそうっす、すごく。なんかやってたぞ、割り箸の先端に。一応怪我しねえように、あの、お手拭きで輪ゴムで止めて、つって。おいって、お前の味噌で味噌殿食わせるみたいな。なんかやってた気がするわ。あー、まあ結構体育会系なんだろうな、マジで。あー あ,あ、そうなんだ。まあなんかね、なんか認めたらしいっすよね、確か。なんかそのニュースは見たな。なんか,なんかそんなのは見たけど、闇だね、しかしね、うん。うん。闇だわ。なんかあの、ちょうどそれもさ、あの、コロナ、コロナだった時に YouTube ショート見せた時になんか怖い動画があってさ、中井くんが生放送か何かで、あなんかドッキリかなんかあった時に、なんか、しんこちゃん 電話するみたいなやつがあって。あーお前、合宿行くんだ。ああ、そっかー。あーあ、ま合宿が大変だな、みたいな、なんか、あのー、動画があって。そうそうそう,そう。子供の頃か。そ,そうそうそう。怖いと思って。今、今見るとあれめちゃくちゃ怖いなって。どうなのかね、あれね。うん。まあまあ、そう思っちゃってもしょうがない。今なんか環境になっちゃってるよね。キムタクが辞めるからジャッジアイズ続編の可能性が。おー、なるほどなるほど辞めるんだ はあマジかもう最高だなそしたらな確定ではない工藤静香がやめろって言ってる何で友達みんななんかそのなんか東山さんとか工藤静香さんのなんかやめろって言ってたらしいよっつって。